フメリー計測によって得られる画像を移動する視覚刺激を見ている際の脳活動を安静時の脳活動と複数の実験参加者で比較したものフメリー計測によって得られた活動量は黄色とオレンジで示されており灰色で示した実験参加者平均の脳画像と重ね合わされているこの画像では一時視覚やや外線上皮質 外側室状態が活動していることがわかる。カリフォルニア大学バークレー校、ヘレン・ウィルズ神経科学研究所の脳画像センターに、ある4 t フメリースキャナー MRI の画像から作られたアニメーション画像。頭の上からまっすぐ下に移動している、左上の頭部の外に現れる点は、画像の右と左を間違えないよう、ビタミン E の錠剤を頭の横に、 テープで貼っておいたモノフメリーは MRI を利用して人及び動物の脳や脊髄の活動に関連した血流動体反応を視覚化する方法の一つである。最近のニューロイメージングの中でも最も発達した手法の一つである。100年以上前から脳の血流や酸素化の程度と神経活動には密接な関係があることが知られていた。神経細胞が活動するとき 局所の毛細血管の赤血球のヘモグロビンによって運ばれた酸素が消費される。酸素利用の局所の反応に伴い血流増加が起きることが知られている。毛細血管内で酸素交換が起こり、酸化ヘモグロビンが酸素を組織に渡すことで一時的に脱酸化ヘモグロビンが増加する。さらに時間的に遅延して脳血流が増加することで、 酸化ヘモグロビンが増加し脱酸化ヘモグロビンが減少する。この反応は6から10秒程度で最大となる。T2 強調画像法で主に脳血流動態を測定する場合、計測原理は携帯画像による MRI に血流変化による信号変化を統計処理したマップを重ねることで脳活動を画像化している。T2 強調画像法では MRI のシーケンスを使用して t に信号の際を検出する。安静時と比較して、不活化大中の静脈からの信号の上昇が見込まれる。毛細血管と静脈では、脳血流変化に対する t に信号変化の基準が異なることが分かっている。ヘモグロビンは酸化されていると、半時生態であるが、脱酸化状態だと、常時生態となる。それゆえ、血液の核実共鳴信号は、静脈では、 半自生体の酸化ヘモグロビンの変化には影響され、にく、常自生体の脱酸化ヘモグロビンの変化に依存して変化しやすい。一方、毛細血管では、総ヘモグロビンあるいは血液量の変化にも依存し、必ずしも、常自生体の脱酸化ヘモグロビンの変化と線形に、比例して、信号変化が起こらない。これら静脈に起こる信号増加のソースは、インフロ効果。 ボールド効果など様々な要因が関与すると説明されている。信号現象が起こった場合には、生理的説明が複雑化し、諸説分かれている。一般には、工事場の装置を用いても、酸素交換の現場である、毛細血管からの信号変化は、T2 強調画像法で検出し、T2 強調画像法によって計測することで、毛細血管と静脈のように、 血関係の大きさによって信号が異なった変化をすることがシミュレーションによっても実験速によっても明らかになっている。毛細血管からの信号が静脈信号よりも小さいことは1993年小川誠二ラベル研究所とミネソタ大学の共同研究で報告されている。また時系列情報を持った T に強調画像法では一般的にリストーションが生じやすく 他の画像法を用いた携帯画像との位置合わせのズレが指摘されているが、事態に携帯情報が存在している。しかし、の画像が荒いため、他の画像法と位置合わせをして研究発表などに用いることが多い。一般に工事場のものほど高い空間分解能を持っている。例えば、ミネソタ大学の7テスラの装置を使ったデータでは、脳組織の信号よりも 教材静脈の信号が強く検出されることが示されている。理科学研究所の脳科学総合研究センターから4テスラの装置を使った1ミリメートル未満の空間分解能の可能性を指摘する活動図の報告もある。また、神経活動が開始した後、明瞭な信号の時間変化が始まるまでに1から3秒程度かかることが報告されている。すなわち、血液が 毛細血管通過時間を過ぎ、静脈症の時間帯でより信号変化が起こるので、神経活動とほぼ同時に起こる酸素交換反応を高い時間分解能で得るのは難しいとされている。行動経済学では合理的経済人と実際の人間の乖離を様々な実験的手法により取り扱うが、神経科学的に人間の意思決定プロセスを定量的に扱う。 神経経済学的手法にフメリーがしばしば用いられている。例として FKF アプライドリサーチはカリフォルニア大学ロサンゼルス校のアーモンソンラブレースブレインマッピングセンターの協力により2006年と2007年のスーパーボールにおける広告効果を測定するためにフメリーを使用し視聴者の脳の活動を測定した2007年のスーパーボールにおいて人々の脳に 前向きな感情を引き出した最高のコマーシャルはコカ・コーラで最低のコマーシャルは GM ロボットだと結論付けた。ありがとうございます。